今わかんないですけど、でも62度がやっぱりこの、梅の酵母の香りがすごい、引き立ってる感じらしいですよ。ぜひ、これは。なんか、ジョッキっぽいもんじゃん。でもこういうんだ。ああ、なるほどね。うん、死ぬ。私が、ティポンシュとピニャコラーダを作ってみるっていう。何それ。ピニャコラーダ。あの、だからさ、飲めないやつがカクテル作るとやばいだろ。なんでちょびっとでいいよ。こんなでいい、こんなでいい。うっとっとじゃねえ。おっとっとって言いたいだけだろ、もう。すごい、なんかおお、ね、確かに香りいいね。いいですね。もう手についただけで。わ、すごい。ちゃんと黒糖の香りもする。飲んだ。これ、一発でいくやつだよ、これ。じゃあ、私がピニャコラードを初めて作ります。ピニャコラード。いや、これすごいいい香りする。すごいいい香りですね。うん、確かにもうちょっと加水しても大丈夫な気もするけどね、匂いが。うおぉ、でも PM2.5 に侵された俺の五臓六腑に染み当たる感じ、はい、水を飲むのが。うん。ティポンシュの方がうまいって言ってたから、ティポンお咳しすぎてもう腹筋がすげえ鍛えられちゃった。鍛えられた。しかも酒を飲めないのに超怖い、ね、違う、炭酸水が必要だ。買ってきてなかった。確かに、1で小さじ1以下の量。あ、違う、それじゃない。あ、そうなの。え、小さじ1以下ってことですか。じゃあ、めっちゃあるじゃん、それ。でも、すいません、レシピを間違えてた。いや、なので、これは砂糖いらなかった。なんなの、ピニャコラーダジュースが。あ、違う。え、怖っ。もうなんかもう。ピニャコラーダは、完全にもう実験室とかし。ピニャコラーダじゃないの、作るの。作ろうと思って、ティポンチを作ろうと思って。で、ティポンチは、カットしたライム8分の1程度、カップに絞ってそのまま入れる。うん。黒糖、お好みの量で。あ、ティースプーン1杯。ティースプーン1杯ってどんぐらいだろう。まあ、でも、小さじですよね。で、違う、これを絞って入れると。順番大事だからね、カクテルは。絞って入れると。うん。手洗った？さっき洗ったから大丈夫だ。あと62度だから大丈夫な。自分はいいけど。で、絞って突っ込む。で、これをお好みの量で入れます。うん。あとラムを60ミリリットル。待って。60ミリリットル測る道具持ってきてんの？ない。から、プリンク。目分量。出します。不安しかないカクテル作りだな、これ。どうもじゃないんですね。それ普通だよ、それ。もう持たざるものしか持てない。もうあらゆる飲み屋にあるやつです。昨日見たっす。で、これで60らしいんですよ。これでかき混ぜるように。で、これを見た、うん、私が見たときはプロはこう入れてます。はい。すごい。小学生がおままごと初めてやってるみたいな感じだったけど。それ美味しいのね。あれ、なんか量少なくないですか？ちょっと待って、それその後パイナップルジュースか入れないの？あ、炭酸入れるでしょ、炭酸。だっけ、おい、それ間違えたらもう話になんねえだろうが。買い忘れたって言ってたじゃんかよ。山さん大丈夫。でも注いだ後に、うん、ティースプーンで混ぜて完成って書いてあるよ。炭酸は？あ、マスター来たよ。せっかくだからマスターに。マスターに。はいはい、いや、これにいて、これにいてもいいよ。これってさっき言って。大丈夫。同じやつでしょ。
ティポンティポン、ちょうどいい量。ティポン、パンチ。これも、そもそもなんかノーマルなのをまず飲んでもらいたかった。いや、なんかすごい中華系の。八角とか入ってないから大丈夫だよ。あ、マスター、それいきなりきつい。それはきついね。そもそも60度のさ、60度のそのそれで作れって書いてないのレシピに。まあでもホワイトラムだからいいんじゃね。いや、それ元のやつがでしょ。ここら辺でしょ。それを水割りに、あ、水割りじゃない、あの炭酸で割ったら美味しいですか。もうちょっと濃くないと。え、だって濃いって何だ。それが、いや、色っていうか味が、味薄い。それあの黒糖は少ないと原液っぽく、丸元のあれっぽくよくあるクラフトコーラのあの割る前よりは全然こう薄い。さ、アルコールは強い。あ、黒糖、黒糖的なあれはそんな。ちょっとティファン氏はまあ置いての、ピニャコラーダはほとんどジュースだから絶対美味しいと思う。これはちょっと砂糖ってこと。もうちょっと砂糖入れても解決しない問題が、そういう問題じゃない。じゃあもうピニャコラーダの方行ってみようか。なかった。ピニャコラーダ行ってみよう。こっちはホワイトラム30だから逆だね。これ便利じゃん。